どうも、川ちゃんです。はい、さあ今日はですね、ダイナーという、こちらアメリカンなバーガーが味わえるお店に来ております。はい、まあ、ここでですね、まあ、アメリカンなバーガーを味わえるんで、まあ、アメリカン、英語を使いたくなるんですが、そこをあえて英語禁止でね、いや味わっていきたいと思います。ここで英語をたくさん使った人にはもちろん最後罰ゲームでございますから。マジかー。はい、罰ゲームはい、まあ、そこも考慮して、まあ、楽しんでいきましょうということで、はい、では早速レッツゴー。何言っとるかわからん。ういー、もうじゃあここから喋ったらダメなんで、うん、英語何しようかな。じゃあそちらにもあるので、そちらのお品書きを見てもらっていいですか。しっかりしようか。あれしようか。お願いします。フリーメイソン。違う。なにアウトです。あ、ふんまや。そういうこと。はめられた今。今自分からお品の周りにいたすの。しかも2つ浮いたというか、フリーとメイソン違うやろ。フリーメイソンやろ。今弁解中やから。え、まあまあ、このアウトにしちゃう。1でいいや。1でいいさ、カウントつけてますから、まあ、じゃあ僕1ということで。はい、じゃあちょっとまあこの注文を決めるシーンはまあカットということで。え、なんて言いました。もう嫌だ。もうマジで無理。マジで無理。食べるもの決めよう。うん、決めよう。じゃあ自分の見てください。あ、ありがとう。いやでも普通にここはまずバーガーが人気ですから。ちょっとそれ言わしてや。いや、あなたがやるって言ったんですから。なんなん？マジで。え、これは英語になるんでしょうか。ちなみにちょっと。だってそこの島ってどこの国？英国圏よ。そう、英国圏じゃ違う。米国圏、うん。それは確かにダメやわ。注文できんぞ、お前。注文できんぞ、それって言うの。僕決まりました。嘘、早くね。僕、こないだ食べた白色の鶏肉の挟んだやつ、うまかったんだけど。確かに、再びね、注文するというのはとても良いことですね。うざい、ちょっとうざい、すごい気付けて喋ってるから。早く頼みましょう。じゃあね、はい、飲むものがこちらです。間違いなくペプシコーラ。しまった。え、これ1？泣かしたな。ちょっとうざすぎる。めちゃくちゃうざい。なんて言ったらいいのこんなお前。砂糖となんかいろいろ混ぜ合わせた黒い液体でお願いします。すいません、注文お願いします。どうぞどうぞ。このセットで最後のあの、僕これでお願いします。こちらで。僕こちらで。はい。ちょっと序盤から調子いいな、お前。もうね、4よ。もう4だから。あなたたちまだ、0やけど。だって、ガチャ、他にも何も考えてない。考えとるさ。考えとってこれやから。例えばこのお店を知ったのは川ちゃんだから魅力ですか。はい、魅力はね、まず店内も最初のオープニングの映像であったと思うんですけど、はい、もうとにかく、米国ザ米国っていうで米国、本当に米国感がすごいよね。米国感仕方がもう米国、そうだから日本にいるのに米国を味わえるっていうところがまず一つ、もう雰囲気、世界観が好きですね。でプラスもう料理がめちゃくちゃ美味しい。そこなの。何が美味しい？特にパンと肉と野菜を挟んだこういうサンドイッチみたいなのがあるんですけど、それは英語じゃないです。サンドイッチは英語じゃない。何語なんですか？何語ですか？イタリアかフランスかの人が発明したの。発明したのがその人。チェック入りましょう。チェックちょっと入っていいよ。もうその手で進めますから。そう、サンドイッチみたいなものがあるんですよ。米国版サンドイッチみたいなものがあるんですけど、もう完全にそれが美味しい。ありがとうございます。はい、英語と出てきたんですか。
語やないか。サンドイッチ博士はだって、でこの昼ご飯セットにはこれがついてくるという、このお吸い物が英国米国版の汁物がついてくるということで、汁物です、はい、ちゃんとテロップではしっかりとした言葉で出てるんで、はい、いただきましょう。うまっ。出汁は何ですか。出汁ね、これ日本語で表せないんだけどなんて言うのかな、これは粉もん、粉もんの、そう、コンソメいや、いいでしょ、セーフでしょ、セーフじゃん、グレーだなアメリカンな感じなのに、こういう汁物が作ってるのが珍しくない汁物だって、M ん M? M あれいっぱいある、そう、黄色い M、 赤と黄色の M のお店、ちょっとわからないけど、あれ表記英語ですよね、言わせんな、英語トールではこういうのないですから、何ですか、ちょっとマクドナルドですよマクドナルドにはこれがないっつってんだよ言いたくなっちゃう大丈夫、まだガーちゃんしかいない勝負になった、これ言わなさすぎてもつまらない、そうだね、そうだよ、ルールは破るためにあるって言いますから、ね、バカすぎるバカすぎる、本当にやばい、マジだろ、決まりはね、決まりは破るためにあると、じゃあちょっとあれでいきましょう、今回は最近流行りのやつですね、ここ、うんうん、これだけはちょっと解禁させてほしい、でもさ、みんなで言えば、あ、そうや、変わらんから、そうや、変わらんねん、そっか、みんなで、その同盟があるわ、みんなで言うよ、いきます、せーの、ラッシュフォー、俺だけやん、ちょっと待って俺だけやん、そもそもラッシュフォードってさ、知らんから、この間から流行ってきとるやつやん、え、この間流行ったのはイルミナ、じゃあ俺らのイルミナって、うっせや、ラッシュフォードもやってやん、イルミナ、あぶね、てか言っとるやん、言っとるやん、一回、はい、はい、言いました、はい、一回言いました、はい、一回言いました、全然くれてるよ、てかまずあなたの名前が英語だから何て言ったらいいの、ね、低い人、低い人、地雷やから、今日名前呼べへんぞ、お待たせいたしました、オリジナルハンバーガー、うまそう、照り焼きチキンバーガー、はい、めっちゃうまそう、やば、うまそう、はい、はい、ありがとうございます、はい、これは照り焼き鶏肉ささみ。これ何？ん？これ？うん。揚げじゃが。揚げじゃが。これ挟んであるの何ですか？これ。ガチャンこれ挟んであるの。無理やよ。このクロワの。まだ日本語表記ねえもん。無理や。このクロワの。やめとけ。このハンバーガー。いやこいつのやばないからさ、どんどん引っ掛けてきますよ、おーバーカ、振りでやってやんの、大臣にやられたな、食べよう、食べようぜ、ではでは、いきますよ、はい、せーの、いただきます、どうぞ、なんもない普通って、ちょ、僕もいきなりかぶりついていいですか、わお、さすが、髪もいらないと、はい、いいです、どっちから行くんだ、いや、このパンとパンダ、パンですやってる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 、めっちゃ普通にやってるやん、このこれを手で食べないやつは資格なし、そうだね、もうその男気がないというね、ガバッといくのがやっぱり、はい、米国スタイルですから、こいつの食い方です、はい、こいつの食い方、ここに来たら必ずこの食べ方をしてください、いきますよ、絶対美味しい、ま、中心の棒を抜く、おギュッと、はい、ちなみにこれそう、これ入ってんのこれ何ですか、これ入ってんの、これとはこれは米国の果物入ってんのすごくない、これがこういうバーガーです、米国南国のイメージですか、南国のやつです、じゃあはい、米南国のやつです、はい、それをこうギュギュッとしていただきます、うわうまそう、うまそう、顎外れた、ちょっとね
されました。うまい。うまっ。マジうまい。いやこれ断面も結構綺麗。うん。あこの肉の詰めて焼いたやつも、うん、焼きたてだから実はうまい。あったかい。一気にいくね。一気にいくね。いいですか、私のでは、うん、私のは鶏肉ですから、うん、はい、ちょっと汁が肉汁やばい、やばいいね、うわいってるいってるね、うん、まめっちゃうまいやん、うまそうに食うな、おい、うわー、鳥ってるよ、鳥ってるもう慣れてきちゃったからさ、もう多分間違いなくないぜ、みかんうまい、じゃあちょっとロープも食べれてないんで食べてください、一回、うわ、日本語で言うと邪道みたいな感じになっちゃってますけど、はい、表現が、はい、いきます、しちゃって、うわー、えぐい、でっか、うん、分厚いっすよね、うん、小さい子はこの赤いのが苦手なね、うん、子が多いと思うけど、俺にしたら全然気にならんすよ、ね、気にならない、うん、うまい、うわー、とこやな、やっぱね、この食べ方を提唱されただけありますね、うん、え、タクヤもしかしてタクじゃない確かに米国スタイルやとこれをドバッと、うわーいい、めちゃくちゃ米国やマジで米国、いや米国が似合う男やもん、かっこいい、血が入ってるからでも現地人やもん、だってかっこいい、うわ完全にいっちゃってる、お昼ご飯でお昼ご飯セットだから安くなってます、うん、なんで、うん、もう慣れてきちゃったからさ、もう多分間違いなくないぜ、みかんおいしい、お昼ご飯ますね、お昼ご飯の定食だから、うん、価格がすごく安価になっております、はい、いくら、うんと、この単体で950円くらい、1000円しないわけですね、クソ安い、で、飲み物は50につけていただいて、うん、プラス足す200円、着々と加算出ますよ、うめえわ、しかし野菜の味、何これ、ドレッシング、あったありがとう、ありがとうありがとう、どうせ一回罰になるんやったらしっかりの伝えなかった、何ドレッシングしまった、今日2回目無駄にしたアホやろいつおい俺のライフポイント削れてまった、なんて、あ、もう嫌やってなるすごいね、ガーちゃんどんどん出てくるね、天才だよ、逆にそこまで出てくるともう気にせずに食べた方がいいんじゃないかな、いやでも俺まだその一発芸に関してはやりたくないもん、あ、罰ゲームね、うん、あっやってしまいましたまっ、マジアメリカンスタイル、ん、もう嫌だ、もうなんか美味しいか美味しくないか分からへん、いや、美味しいよ、美味しいよ、美味しいよ、美味しいけど嫌だよ、なんかけど、あなたがやるって言い出したんですからねうまい、うまい、うまい、おい、お前
前ら、いい具合よく。お前、セックスアウトのせい。一番英語使ったやつ、使わなかったやつが負けて。ちょっと多分こっからの意識の。For my own, you said just keep